エンゼルスの大谷翔平投手、27、は29日、日本時間30日、本拠地エンゼルススタジアムでのブルージェイズ戦に、2番 DH でスタメン出場。第1打席で6試合ぶりの本塁打となる右越え10号ソロ、第2打席でも2打席連続となる中越え11号ツーランを放った。さらに3回無視1塁の第2打席でも2ボール2ストライクから高めの直球を中越え11号ツーラン。打球速度は107マイル、約172、3キロ、飛距離は425フィート、約129、5メートル。大谷の2打席連続本塁打は、5月9日、同10日、のレイズ戦で5号ソロ、6号満塁弾に続いて今季2度目だ。この試合の前までのベリオスとの対戦成績は12打数4安打3四球で打率333、1本塁打3二塁打で安打4本の全てが長打と好相性だった。前日28日、同28日のブルージェイズ戦は、2番 DH で2試合ぶりにスタメン出場し、岩手、花巻東高の先輩、菊池雄星投手、30、の前に3打席凡退するなど4打数無安打1四球。この日の試合前までの打撃成績は47試合で182打数44安打、打率242、9本塁打、28打点、7盗塁となっていた。